ハロー YouTube、ニーハオヨークワン、リンチューです。ですね、今日もですね、日中を股にかけた、実はベネチアのレッドカーペットを歩いたことがある、バイリンガルの僕が皆様にね、中華ニュースをお届けしようと思います。中華知らずは世界の3分の1を知らない。そして日本のマスコミは本当に偏向報道ばかりなので、皆さんぜひチャンネル登録とツイッターをフォローして、中華ニュースを追ってみてください。はい、今日のニュースなんですけどもね、芸能業界ですよ。芸能業界ね、ちょっとね、あんま関係ないかなと、日本人の生活に関係ないかな、関係ないじゃ本当に関係ないんですけども、中国社会の全体的なレベルを読むのに、結構いい感じかなと思って結構ご紹介してますね。今日のニュースはですね、中国の、中国、電子、電子銃だから、テレビドラマ制作、委員会みたいなところが俳優がセリフを覚えないことを禁止するっていう指令を出したみたいなんですよ。そうなんです、セリフ覚えないんです、中国の俳優。だから現場でどういうふうに演技してるかっていうと、こんなふうにやってるんですよね。イヤサンスウルチバイヤサンスイヤサンスウルチイヤイヤサンスウルチバっていうふうに演技してるんですよね。まあみんなじゃないですけども、かなりな割合でね、現場でこんなことやってるんですよ。で監督というか助監督がね、撮影するときに来て、セリフの数、脚本見ながらね、脚本見ながら、このセリフは123イヤサンスウリュチパイヤイヤサンイヤサンスウリュチパで、こうやって数えて、はい、この通り言ってくださいみたいな、するんですよね。でそれで撮影が終わった後に、いいところは、本人がアフレコするんですよ。でダメなところは、他の人にねアフレコをしてもらうんですよ。でそんなことをねずっとやってたんですよね。で結局香港の人はねすごく真面目なんですけどもね、確かにセリフ覚えられない人いる。なんでかっていうと、彼らね広東語を普段喋ってるわけだから、ちょっと、ね、ドラマとかだとこういうことやってることある。でもほら、映画とかだとね、やっぱ映画ってほら全体的にセリフ少ないじゃないですか。だからちゃんとセリフ覚えてますよね。で台湾の人はね本当に完璧に覚えてきますよね。でも中国の俳優、本当にこんなのばかり。それでね本当に能力の違いで、香港とか台湾とかね、その華僑系の俳優とね差が出てて、ガンガンほら、要は華僑系の俳優に潰されるんですよ、中国大陸の俳優が。それでですね、いなくなっていくんですけども、それでその中国側は何やってるかっていうと、自分たちは、中国の長い 歴史と文化を守っていかなくちゃならないっつって、香港台湾とかね華僑系の、俳優を排除していくんですよね。これ実質ね中国人っていうかね、なんつうの、北京大田園大学、中央戯劇学院、上海戯劇学院っていうほら、中国の、三大、演劇科の、大学があるんですけども、こいつらを守ってるんですよね。で中国は、大体、7割が、この、3つの大学を出ています。でこの3つの大学出たやつってね、本当にねアホのくせに、僕も言ってたんですけども、アホなんですよ。アホのくせに、すごい生意気だということで、なんかちょっと変な感じになってるんですけども、それでなんかプライドだけが高くて、まともにセリフも覚えないと。みんなじゃないですよ、本当にちゃんと現場で覚えてくる人、はいるんで、そういう人はちゃんといるんですけども、若手がなんかもう本当にもうその地位があるから、もう俺覚えないとか、あと最近流行ってきたのジャニーズ系ね。ジャニーズ系はね他から来てるんですよね。結局香港台湾、華僑系のね俳優を、追い出した後に、ということは、なんていうの、中国大陸の人しか残らないじゃないですか、国籍見てね。で
で、なんかね、コネクションの問題なんですよね。親とかがほら金持ってたりとか、官僚だったりして、そのガキをですね茶髪にするんですよ。茶髪にすると、中国の女の子っていうのは、ちょっとかっこいい男の子にね憧れてるんですよね。で、大体中国の男ってほとんどがダサいですからね。茶髪にして、まあ、それでね適当にウェイボーのウェイボーって中国版ツイッターのフォロワー買ってお金出して買ってこんなにいるんですよつってやったら結構信じちゃうんですよ。で制作側がね信じちゃって、そいつらは使っちゃうんですよね。でということで、まあ、ちょっとねなんていうのいわゆるジャニーズ系の若手が、まあ、伝統的な俳優ちょっとね食い始めてきてるんですよ。でこのジャニーズ系の若手っていうのもこれまたねセリフ覚えるだけのね脳みそを持ってないので数字数えちゃうんですよね。イヤサンスウリュチーパーイヤサンスイヤサンスウリュチーパーってまあそんな感じでね中国国内のね、芸能界非常にレベルが低いので、海外にまともに売れないのもね当たり前だということでこれをねちゃんとさせようとしてもね弾かれるだけなんでまあまあしょうがないっちゅう、そんな感じで生きています。はい、今日のこの動画がいいなと思っていただけた方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、リンチーでした。再见。